せーの、ポンコツ騎士団ね、団長、ペペです。さあ、お久しぶりの顔出し動画なわけなんですけれども、もう今ホテルに帰ってきてる状態なんですけれども、LDH さんのことがすごく好きになって、ライブも常々行きたいなとは思ってたんですけれども、チケット運というものがね、皆無でございまして、全く当たんなかったんですよ。で、その全く当たらない私に、女神が現れまして、SNS で知り合った方なんですけれども、よかったら、来ませんかっていうことでお声掛けをいただきまして、当たればっていうお話だったんですけれども、見事に当ててくださり、本日、11月27日ですね、静岡公演、エコパーアリーナさんの方のね、公演に行くことができました。でですね、こちらですね、このタオル、かわいい、このタオルを、市役所ですね、もうぶん回しフラッグをこちらですね、こちらも市役所ですね、このフラッグもこうやってずっと振りながら、楽しい時間をね過ごしてきたわけなんですけれども、当日その会場に行ってグッズの列に並んでたんですけど、まあ長蛇の列ですわで欲しかったやつがあったんですけど、そんなに進まないところで売り切れましたというアナウンスが来まして、あ、なくなったかっていうことでガチャガチャの方に行ったわけなんですけれども、で団長4回引いたんですね。で4回引いて結果がこちらですね、ちっちゃいタオル、いいな、これ可愛いやつとこちらヘアゴムみたいなやつですね、こちらと、こちらですね、ラバ版が当たりまして、こういうちっちゃいのの、後藤拓馬さんが当たりました。なんですけど、今これね、岩谷翔吾さんなんですけど、交換をしていただきまして、岩谷翔吾さんの方が、手元にある状態になってます。で、そのフォロワーさん、マジで神で、見てください。ゆうちゃんの推しの、おじんさんも、いただきました。これですね、ルイルイと、高秀さん。この二つもいただいて、これもです。めっちゃ可愛くないですか？これもいただき、さらに、これも、翔平さんもね、いただきました。そして、こちら。今回買えなかったんです、フォトカが。ねえ、フォトカ買えなかったんですけど、そのフォロワーさんがマジで神で、これもね、いただいてしまいました。高秀さんです。可愛いよね。ビジュがいいんですよ。これもいただいてしまって。しかもですよ、これだけじゃなく、これ並んでて買えなかったやつなんですけど、そのフォロワーさん、昨日もう行ってらして、それの時に買って、まさかの、団長の推しの山本翔吾さんを当ててくださいまして、プレゼントしていただきました。やばくないですか？マジで嬉しくて、これ持って振ろうかと思うぐらい、ライブの時にこれを振ろうかと思うぐらいちょっと嬉しくなっちゃったんですけど、それはやめました。落とすと大変なので、はい。でですね、今回スタンド席っていうところだったんですよ。なんかアリーナでこうよって上に階段をこう登ったところだったんですけど、前景が見えるところだったんですよ。なんでもうなんて言ったんですかね、こうやって見るんじゃなくて本当に上からこうやって見下ろせる感じだったんですけど、もう最高でしたね。音はいいし、で光とかの照明とかも全部綺麗に見えたし、ステージの端から端までも見える席だったんですよ。端から端まで綺麗に見える席で、もうそれこそ初めてなのにこんな前景見える場所いいのっていうぐらいの場所で、本当に幸せで、こういった2.5 次元とか、そういうんじゃないライブっていうものに来ることが私はなかったわけですよ、ずっと。で、本当に人生で初めて今回行ったのがランペリーさんのライブだったんですけど、ほんと時間を忘れる、あっという間の時間を過ごせました。なんか、ファンさんは勘違いするものっていうのが、格言があるじゃないですか。その、格言の名のもとに、たくさん手を振ってもらいました。団長は。はい。もうひたすら幸せです。今回、一緒に行きましょうって、お声掛けしてくださった方がまさかの、お土産をくださいました。
何のお土産かなと思って見ちゃいます。え、言葉が出ない。あ、え？え、びっくりしすぎて言葉でどうしよう。え、言葉が出ない。待って。お、な、まだ何か入っていらっしゃるの。え？お。やばいです。見て。なんかすごい可愛くデコレーションされた推しです。河村さんが。いらっしゃる。しかもなんか、え、待ってください、なんか可愛く包んである。え、待って待って、ちょっと順番に見ましょう。え、なに、かわいい、かわいい、どうしよう、かわいい、え、キラキラ、しかも綺麗、すごいかわいい、どうしましょう、嬉しすぎ。が良すぎる。待って、なんか私をたたたた殺しに来てる。え、やばないですか。え、やばいやばい。わあ、嬉しすぎる。どうしよう。200が止まって、ありがとうございます。え、やばい。待って、ライブも楽しかったけど、これもやばい。これがやばすぎる。待って、え、これ開けていいかな、開けちゃおう。え、リップクリームをいただきました。どうしましょう。あ、開けちゃう。やばい。どうしよう。あ、え、あ、いい匂いする。やばい。え、今日これお風呂上がり塗ろう。もったいないかな。いや、塗ろう。え、やばい。嬉しい。こんないいものをいただいてしまって。お手紙入ってる。すごい。チャネルだ。すごい。どうしよう、幸せすぎて言葉が出てこない。本当にありがとうございます。こんなあの、まだまだ下っ端 YouTuber なのにありがとうございます。こんな、嬉しすぎる。どうしよう。そんなことしていただいて私いいのかな。もっと頑張ろう。ね、絶対お返しします。絶対、もっと、有名になって、一緒にお出かけしましょう、絶対。やばい。ライブも楽しかったのに、お土産部でこんな、どうしよう。締めの言葉が出てくるんだから、今日はもう終わりにします。じゃあね。